バーナビー・ジョイスバーナビー・トーマス・ジェラルド・ジョイスは、オーストラリアの政治家、元農夫、銀行家、会計士、軍人。ニューイングランド大学卒業後、農夫やクラブのセキュリティ、銀行などで働き、一時は会計事務所を経営していた。2004年の選挙で、当選、2005年から2011年まで、クイーンズランド州上院議員、2013年から、農産大臣、 2016年からオーストラリア、副首相並びオーストラリア国民党党首。2017年7月から二重国籍問題で、辞任したマシュー・キャナバンに代わって、資源省庁を務めていたが、2017年8月14日、ジョイスも二重国籍の可能性を指摘され、ニュージーランド生まれの父親がいることから、ニュージーランド外務省からジョイスは、 ニュージーランド国籍を保有していると発表されると、オーストラリア憲法44条に違反するため、連邦議員として的確かどうか最高裁に確認を求めると発表した。同年10月27日、最高裁は二重国籍であることを認定し、議員辞職は不可避となった。なお、ニュージーランド国籍はすでに放棄しており、選挙への再出馬は可能な状態となっている。 オーストラリアのジョイス副首相、二重国籍化、裁判所に紹介。産経新聞、2017年8月18日閲覧。合副首相、二重国籍で議員資格喪失連立政権が、会員の過半数の AFP2017 年10月28日閲覧。ありがとうございます。